では本日のラインナップです。今朝堺市に寄港したクルーズ客船アスカトゥーの話題や、出水市から自衛官候補生入隊式の模様など南大阪エリアのトピックスをお送りをしていきます。今日日本最大のクルーズ客船アスカトゥーが初めて堺大浜ふ頭に寄港し、歓迎セレモニーが行われました。堺大浜ふ頭へ入港するクルーズ客船アスカトゥー、8日に名古屋港を出発し、徳島県の小松島港へ寄港した後、今日堺大浜ふ頭へ寄港しました。堺市消防局の消防艇が放水によって初寄港を祝いました。このアスカトゥーの初寄港は、堺市が地域の魅力発信や経済の活性化を目指して大阪府と協力したクルーズ客船の誘致によって実現しました。アスカトゥーは全長241メートル、幅 29.6メートル、客室数は436室を誇る日本最大のクルーズ船です。船内にはレストランやラウンジをはじめ、映画館やプール、また娯楽施設など様々な施設が完備されており、ゆったりと豪華な船旅を楽しむことができます。アスカトゥーが港に係留されると、堺市の清華高校吹奏楽部が華やかな演奏で歓迎しました。清華高校吹奏楽部は大阪府内でも一二を争う実力校です。今朝は気温9度と冷たい雨が降る中での歓迎イベントとなりましたが、生徒らは元気いっぱいのパフォーマンスを披露しました。また堺ひらわ銃保存会によるひらわ銃の演舞も行われました。船内では記念セレモニーが行われ、竹山堺市長から歓迎の言葉が送られました。また記念品の交換なども行われ、アスカトゥーの初寄港が祝われました。アスカトゥーは今日夕方に堺大浜港を出港し、名古屋への帰路に着いたということです。アスカトゥー、豪華でそして迫力がありますよね。こうした豪華客船でゆっくりと船旅を楽しみたいものですよね。では続いての話題です。